それでは定例の会見を始めます。土曜日、日曜日と私沖縄に行ってまいりました。で、普天間飛行場のですね CH53E が事故を相次ぐ事故を起こしているということで、緑ヶ丘保育園、落下物があったという緑ヶ丘保育園、それから、鉄製の約8キロのドアが落下した普天間第二小学校にも行って関係者の話を聞いてまいりました。で、米軍はですね人的ミスであるということで飛行再開をというふうに言っているようですが、これはもう言語道断だというふうに思います。人的ミス、一体どういう人的ミスだったのか全く明らかにされていません。作業パイロットが手順を間違えたということを言っているようですが、一体どういう間違いだったのか。で、政府は再発防止を、日本政府は再発防止ということをいつも繰り返すわけですが、一体どういう問題でこの事故が起きたのか明らかにならなければ再発防止の手が打ちようがないと思います。で、大体ですね人的ミスということで問題をすり替えるのはもういい加減にしてほしいと。で、構造上の問題全くこう問題にしてないわけですね。で、東村高江にで炎上を大破したのも CH53E です。それから、沖縄国際大学で、かつて墜落炎上したのも CH53、 これは D ですが、でその際もいつも人的ミス人的ミスというふうに繰り返してきた。すでに CH53 については1980年代から40年も運用されてきているわけで非常に古いものであって、構造的な欠陥について全く検証がされていないということで、いつもの人的ミスという言葉で、済まされる問題ではないというふうに思います。だいたいこの間東村高江での CH53 の炎上の問題でも、それからちょうど1年前の名護市阿武でのオスプレイ の墜落大破の事故についても、米軍はですね、わずか1週間で飛行再開をして原因究明すらしてない。本当に那覇市長はこれはもう占領時代のようだというふうに言ってますし、尾長沖縄県知事は、日本政府には当事者能力が全くないと言わざるを得ないというふうにもおっしゃっている。もうその通りだというふうに思います。私普天間第二小学校、緑ヶ丘保育園に行ったときには、あの時に落下物があって保育園としてはもう飛行を止めてくれというふうに言ったと。で、あの時飛行を止めておれば普天間第二小学校の事故は起こらなかったはずだというふうにおっしゃってて、その通りだなと思いながら聞きましたし、それから普天間第二小学校の関係者の方はもうこれは飛ばないということをはっきりさせてくれないと授業でも遊びでも校庭は使えないというふうにおっしゃっていました。当然のことだというふうに思います。私どもとしてはこれはもう飛行停止ということを強く求めてまいりますし、飛行再開などは言語道断であるというふうに言いたいと思いますし、日本政府がこんなことを認めるようなことがあれば断固抗議をするというふうになると思います。で、同時にやはりですね、菅官房長官はあってはならない事故だというふうに言っておりますが、やっぱり市街地のど真ん中に世界一危険な基地を置きですね、オスプレイやあるいは CH53 のような、巨大ヘリを我が物側に飛び回るようなね、そういう事態をそのままにしていること自体があってはならないことだというふうに思います。普天間基地の即時無条件撤去、無条件撤去、そして、基地のない沖縄を作るということだと思います。菅官房長官はこの事故の直後、普天間第二小学校の事故の直後に、だから辺野古への移設が必要なんだというふうに言ったようですが、これはもう本当に許されない発言であって、危険性の除去ではなくて移転であるし、そして辺野古に作ろうとしている基地は、伊江島や高江などと一帯に、海兵隊の海外進出の戦略、一大戦略拠点として強化する、そういう計画ですから、これはもう危険性の除去どころか危険性を増大させるだけだというふうに思いますので、
無条件撤去ということしか解決の道はないというふうに思います。年明けには名護市長選挙もございます。やはりこの市長選挙でオール沖縄の力で稲嶺進む市長を勝利させるということがますます大事になってきたなということで、昨日は集会にも私行って稲嶺市長ともお話もしてきましたけれども、オール沖縄の力で必ず勝ちましょうということで、共産党としても絶対に負けられない選挙というふうに続けて、この市長選挙には臨んでいきたいというふうに思っています。私からは以上ですが、はい、はい、話がありますけど、はい、リニア中央新幹線の談合疑惑で、はい、大手電力会社が叩き込むことがありましたけれども、共産党国会で取り上げてますけれども、今後の対応などですか。これはね、世紀の巨大プロジェクトというふうに言ってきたわけですけど、世紀の巨大談合事件に発展しつつあるというふうに思います。で、大林組、鹿島建設、大成建設、清水建設、4社が談合をしていたという疑いが濃厚になりつつあると。これは真相の徹底解明が必要だというふうに思います。で、そもそもですね、これ民間会社 JR 東海がやっているということをいいことに、 JR 東海は情報開示をしていません。しかしこのリニア中央新幹線計画というのは、これ民間会社がやるという形態を取りながら、安倍首相は国家的プロジェクトだといいですね、3兆円の公的資金、財政投融資を投入し、税金も負けていると、国の責任、これ重大だと思うんですね。だから民間会社がやっていることだで済まされる話ではないというふうに思います。国会で我が党の議員が質問して、この問題についてですね、きちっとチェックをするということが必要であるということも、国土交通大臣も、今年の10月26日の、国会でチェックするんだということを答弁しているわけですから、これ国がですね、責任を持って全容解明のために動くべきだというふうに思います。9兆円という、巨大プロジェクトの上、先ほど申し上げたように3兆円の公的資金投入するという、まさに公共的工事でありますし、この官製談合です。本来であればね、そういう事件であると思いますので、国の責任は重大だと。で、私どもはそもそもリニア中央新幹線計画は環境破壊、あるいは電力の浪費、全くその道理のない事業であるということで、そもそもリニア中央新幹線計画に反対してきましたけれども、少なくともこういう事態が明らかになった以上、政府はですね、工事を中止をさせて、そして徹底的な真相の解明のための責任を果たすことを政府には求めていきたいというふうに思います。はい、NHK からです。沖縄の話もありますけれども、はい、日本政府は当社能力がないというふうにおっしゃっていましたが、とはいえ、その政府には、政府はどういうふうに対応すべきだというふうに改めて思いますか。再発防止と真相究明ということを繰り返しているんですけど、これ3つもこれで終わっているわけで、具体的にじゃあ再発防止のために何が必要なのかと。で、私どもは再発防止のためには、これも飛行停止で、当初沖縄県が要求したように、すべてのやっぱり米軍機の飛行停止と、でそして徹底的な真相究明をするということしかないと思いますし、そもそもやっぱり市街地のど真ん中に基地があるっていうね、そういう状況をこう解決するために、負担なしの無条件撤去ということが必要だと思います。で、少なくとも今、人的ミスだというふうに言うのであれば、じゃあどういうその問題が起こったのかということについて全く明らかになってないわけでね、このままこれで分かりました、飛行再開いいですよというふうに言うようなことは許されないと思いますから、一体どういう問題が起きて巨大な窓が落下したのかということについて、徹底的な米側に対して説明を求めるべきだ。それ抜きに飛行再開を認めることは断じて許されないというふうに思います。
まあ、あの沖縄に行って本当にあの沖縄の空気が変わってきているというふうに多くの皆さんから言われましたけど、やっぱりうるま市で二十歳 の, 米、うん、あの女性が米軍族に殺害された事件で、まあ、若者たちが自らの問題、自分たちの同世代 の,、ね、あの女性が殺されたということに対してやっぱり怒りが広がって、今度はやっぱお父さんお母さんたちがね、まあ、こういう危険な状況で子どもたちを保育園あるいは小学校に通わせることができるのかっていう、また別の怒りが広がって、まあ、ちょっと沖縄の空気が変わりつつあるっていうことを多くの方から聞きました。やはりこうなったらば基地撤去しかないではないかという声が広がってきているということを実感をしております。よろしいですか。はい、さっき話にもあったんですけど、関連なんですけど、沖縄問題で、はい、改めて1月に名護市長選と、11月に選挙予定されていると思いますけれども、こうした事故を解説できる中ではあると思いますが、どういう意味では名護市長選の時に争点だとお考えになる。名護市長選の最大の争点は、辺野古の新基地を許すのかどうかということです。で、今、立候補を予定されている自民党の市議会議員は、まあ、辺野古移設を推進してきたということがもう明らかな人です。岩国基地でオスプレイの体験試乗をやって安全性を PR する、そんなこともやっています。だから相手陣営が出しているチラシには普天間基地の代替施設の建設ということがはっきり書かれています。で、そういう点でいうとこの問題は最大の争点になる。だからもう一つはやはり暮らしの問題、市政そのものの問題でいうと、稲峰市政になってから米軍再編交付金を受け取らずに財政規模を拡大させて、で、住民のための福祉の施策、例えば子どもの医療費の窓口での無料化であるとか、待機児童の解消であるとか、あるいはその学校の教室のクーラー設置など、あるいは国民健康保険税を県内11市の中で最低に抑える財政等にやってきたとかね、やはりその基地に頼らずに誇りある未来をこの作ってきたという市政運営の問題で、この2つ本当に胸張れる中身だと思ってますので、辺野古の新基地建設は許さないということと、それから基地交付金に米軍再編交付金に頼らずに、やはりその市政をしっかり支えていく誇りある未来を切り開こうと、これが大きな争点。事故の問題に関してはどういうふうに言っているか。やっぱりこの米軍基地の危険性、この間やっぱり沖縄の人々が海兵隊米軍によって守られてきたのかと、逆にその命を奪われる、あるいは危険にさらされることの連続だったのではないかということが、まあ、非常にこの連続する事故の中でリアルに、まあ、市民の中には広がっているというふうに思います。やっぱりこういう危険を結局辺野古に移してきたら、名護の市民だってこれから日常的に危険にさらされることになるではないかということになると思いますので、やはりその辺野古新基地建設反対ということにさらに世論が高まることになるというふうに思います。よろしいですか。